Hello, Screen。さあ、早い段階でボーナスチャンスが到来です。はい、おはようございます。アローズスクリーンのシーサです。さて、本日は大分県大分市にございます、こちらパーラー D2 さんにやってまいりました。怪談日記で初めてお邪魔するお店となっておりますけれども、久しぶりの大分実践となりますね。今日は週中日の水曜日なんですけれども、抽選から多くのお客様が並ばれております。そんな中で今日は抽選番号こちらでございました。50番、できれば10番以内ぐらいが良かったなと思いますけど、50番やや、まあ、これでも真ん中ぐらいの入場となるんですが、今日の街道日記はですね、真夏の九州実践ということで、こう夏の風物詩じゃないですけど、ちょっと夏といえばと言えるような、それにちなんだような機種を売っていきたいなというところで、まあ、リングが呪いの7日間と終焉の時あるので、この辺りに座れればいいかなと思ってます。それでは審査の街道日記第693話、よろしくお願いいたします。おはようございます。失礼します。おはようございます。失礼します。さあ、やってまいりました、大分市のパーラー D2 さんですね。あ、いけた、これです、リング。あ、呪いの7日間もありますね。呪いの7日間が3台と終焉の時が2台。うわー、これどっちがいいかな。終焉もいいし呪いもいいね。ちょっと呪われた後に終焉行く。まあ、こっちでも呪ってくれますからね。さあ、今日はリング終焉の時で行こうと思います。もしかしたら今日途中ノイズが走ったりとか、映像がどっかで途切れてしまうとか、そういう普段起こらないようなことが起こっちゃうかもしれませんが、まあ、これも夏の風物詩ということで行きたいと思います。よろしくお願いします。さあ、2回目の挑戦となります。こちらはパチスロリング終焉の時ですけれども、こちらの台は疑似ボーナスと ART で出玉を増やしていくタイプとなっておりますが、 ART の突入景気が基本的にはボーナスとなるので、まずは通常時ボーナスを目指していくという感じになりますね。お、レア役。なんか、はい、イヤホンつけてるじゃないですか、はい、何も喋ってない時に、はい、なんか声が聞こえたら怖いですよね。何があるか分かりません。ほら、動いてますよ。ここは前兆ステージ行くかな。そのまま張って、おー、チャンスゾーンです。これは証拠のさっきのチャンス目から言ってたか、あるいはその後のスイカかですね。ゲーム数まだ開始34ゲーム。さあ、早い段階でボーナスチャンスが到来です。おお、確定です。超いった。しかもこれいきなり、まあ、消化中はあの証拠ゾーンと一緒で、魂の数が増えれば増えるほど、色が変われば変わるほどチャンスというところなんですが、これでラスト1ゲームとなりますが、かなり早い段階でいいもの見れましたね今日は。はい、当たりです。あとはボーナスか ART か。おはようございます。
スでしたね。ここは島クラスではありませんでした。ゲーム数45ゲーム現在投手の方は100枚です。2本、できれば ART 欲しかったですけど、まあまあいきなりね開始直後に超昇降ゾーンが見れたっていうのは良かったと思います。ダブルで来い、ダブルで来い、ダブルなら ART 確定でした。さあ、まあ、前回もご紹介しましたけれども、貞子ボーナスは50ゲームから100ゲームの疑似ボーナスとなってます。100ゲーム完走で高継続の ART 突入ですね。いけないなあ、チャンス目ですね。残りは8ゲーム、42ゲーム消化してます。さあここで呪縛ラッシュ当選なるでしょうか。発展のチャンス、消化中の告知がなくとも終わってドンのパターンもあるので最後まで分かりません。これでラスト3ゲーム、チャンス目引いたんですけど発展なかったんです、なかったですね。発展なしは逆に期待しちゃいますよ。これでラスト、チャンス目が1回あっただけ。次です。ART は1点118枚、貞子の右手が出てますね。手獄モードに期待です。 ART はありませんでした。さあ2本でのボーナス当選、しかも超昇魂ゾーンからの当たり、 ART なかったですけどいい当たりだったと思います。あともう1回ここ天国ボード欲しいですが、強チェリー、まあ、これ自体でもボーナスやチャンスゾーンのチャンスとなります。さあここでチャンス目ですけども、ここちょっと炎というか色も大きいじゃないですか。でその前スイカ引いて、その前強チェリー引いて、今レア重ねてこのチャンス目でしょう。これはまたチャンスを期待したいですね。まだボーナス終わって40ゲームと浅いところです。はい、これ動き出すとチャンスです。前作はここ携帯電話だったんですよね。そうですね、前作隣あります。そうなんですよ、まあさすがにスマホに変わるわけじゃなかったですね。お、さあここはステップアップ演出、疑似連演出来ましたね。これはチャンスですよ。疑似連演出は結構期待度は僕の中では高いです。赤、もう一個、ここで発展、ここでボーナスの可能性もありますね。まあ、レア役もあるんでもちろんチャンスの可能性ありますが、今チャンスアップ出てましたね。おそらくあれは演出だと思います。怪奇現象ではないと思います。ほら、ここは期待できそうですね。チャンスゾーンに突入です。昇魂ゾーン、普通青なんですよ。さっき赤だったでしょ。さあ今回は通常の昇魂ゾーンということになります。ボーナス当選期待度はおよそ 40% と言われてますね。ここの MB はいいですよ。ベルレア役でチャンスなので、ここも当然ベルが揃います。おー、レア役はチャンス。ここで強ジェリー、これはもらったろう。レインボーが一応ありますけど、さすがに昇魂ゾーンの強チェリー、ここは当たってくれると思います。嘘、強チェリーダメなん。10ゲームでレア役引くって結構簡単じゃないんですけど、強チェリーね、あれ当たってほしかったです。もちろん鉄板ではないにしてもかなり期待をして、おっ、これがあるんですよ。もうね、ほらこれが絶叫マシンたるゆえんですよ。これでボーナスです。74ゲーム、あーちょっと熱くなってきた。2回
ザコボーナス、ここはまだ持ちコイン150枚ほど残してのスタートとなります。さあ2回目のボーナスもこれで50ゲーム消化となります。今回はレア役も引けませんでしたね。あとは次のゲーム継続なるかですね。ボーナス自体の先ほどは50ゲーム終了でした。ここも50ゲームありましたよ。呪縛ラッシュなんで呪縛ラッシュ突あ、序盤でスイカは1回引いてましたけどね。何はともあれ早めの ART 突入良かったと思います。参ります。40ゲームスタートとなりますが、まあここは前回ご紹介した通り消化中はセット数の上乗せ抽選とゲーム数の上乗せ抽選、そして ART 自体は 50% から 85% の継続率管理となってます。さあ前回の実戦上乗せゾーンを見ることはできませんでした。そしてセット数の上乗せも見ることができませんでした。今日はちょっと気持ちいい上乗せシーンをですね見たいですね。さあ1セット目これで終了になります。呪いの審判で継続のジャッジ。あ、ユキコですね。まあまあここは継続に期待したいところ。星3つ、手のひら3つ。最強。演出自体は通常ですね。ネクストの色も通常。1セットか継続させれず146枚でした。終了です。 ART をなかなか前回もそうでしたが伸ばせないですね。さあ再びここは ART 終了後戦国モード滞在なら120ゲーム以内のボーナスとなりますので早いあたりに期待したいです。そしてもう一回超昇魂ゾーンが見られるようなら今度はそこは ART に直撃させたいですし、2回目が来た時点でかなり熱いと思いますね。伸びないですね。なかなか伸びないですね。投資も低いし獲得も少ないので非常に今のところ緩やかな穏やかな展開が続いてます。ハーデスコーナーがだいぶ盛り上がってますね。ほとんどの台がねタコにコインを詰めて、そして凱旋もすごい。わあ今日ゴッド行っときゃよかったな。いやいやでもリングも悪くないですし、その他のコーナーも結構全体的に今日は非常に雰囲気がいいので多分打ち続けてもいけると思うんですよね。今日はまだまだあのリング終焉の時粘って打っていきましょうか。とりあえず戻ります。もうちょっと刺激が欲しいな。すごいねやっぱりリングってこの世界観が楽しいですね。スロット打ってても赤プル来ましたね。ここはチャンス。何かあるでしょう。前兆か発展か。お、疑似連ステップアップ演出入りました。赤もう一丁。さあ発展先注目です。始まりの場所これは結構強いですよ。タイトルは白でしたが貞子覚醒の次に強い演出だったと思います。
ャンスソントっていうです。さあ今日4回目の小コントン、チャンスソンにもよく行きますね。青そして今日はこのチャンスソン中連役毎回引けてますね。 MB はいいですよ、ベルが2回来るので。赤チャンス、もう1回ベル揃います。おお金まで行った。さっきレインボーって言っちゃいましたけど金ですね、赤の上は金。この金まで行けば、もう大当たり濃厚です。さらに MB 来てますね。ここさあここも300ゲーム超えることはありませんでした。はい4回目のボーナス当選です。投資の方は現在300枚。すいませんボーナスは3回目ですね。シングルドロイの貞子ボーナスとなります。そこは昇格なしですね。はいボーナス、ちょっとボーナス感追加投資になりましたが、まあ、それでもまだ300枚と投資は抑えていますので、問題は ART ですよ。継続もともしく上の手もまだできていませんからね。300枚ぐらいどこかで早めに出したいそう思います。ジャックジェリーか赤だ、チャンスですよ。今の赤の演出、さらにナビも赤でしょ、ここも赤、これあるかも、あるかも、ある、あるって信じよう、ある、当たる。おー弱手当選、ジェバクラッシュ3回目。よし ART は確定しました。そしてタダコボーナス50ゲーム消化です。ここもボーナス継続はなかったですね。はいそれでは本日3回目呪縛ラッシュ突入です。さあ今回は上乗せ見れますでしょうか。なんでレア役来ないのかな。40ゲーム消化です。お、ここは継続のチャンス、2人と4つのリサ登場です。赤ですね、ネクストも赤の上にあのゴールドがあります。金のネクストもあります。さあここは2つとも赤、さらにプッシュボタンも出かければ大チャンス。いやいやいや次があるんで、次ドーンってきますよ、ドーンってきました、きました。ここはね強かったですもんね演出。さあ2セット目、2セット目チャンスも出現ありましたが、ここも上乗せはできず、なかなか難しいですね上乗せが。さあ2セット目これで終了となります。あここもリサ、意外と継続率あるのかな。しかしネクストは通常ですね、ここも通常、いけ継続です。3セット目、まだまだですよこんなの、上乗せが見れないとちょっとね残念ですよ。ただ枚数的には投資分を上回りますこのセットで。さあ再びチャンス目、ここもゲーム数は乗らず、先ほどは張ってもなかったですからね、せめてデジャブパニックぐらいは言ってほしい。
3セット目ラスト6ゲームですが、ここは呪いの文字も強いですね。強チェリーでしょうね。やっと上の手が見れそうです。32ゲームの上の手、結構大きいの来ましたね。これリングの上の手システムは基礎ゲーム数と、あとそのゲーム数を内部的にこうループさせる仕組みで、まあ、内部的にかけるいくつという感じで、こういう中途半端な数値が出てくるんですね。残り6ゲームから。今の嬉しかったですね。初めて見れました、ゲーム数の上の手です。チャンス目、ちょっとずつちょっとずつね、よく何ですかこれ、よくなってますね。チャンス目からはまだゲーム2の上の手もセット2の上の手もありませんが、お、発展ですね。ここは赤乗るかもよ。セット数デジャブパニック突入となりそうです。熱いんじゃない、結構煽りも長い、煽り長いな。デジャブパニックじゃなく、そのままセットの背になりましたね。デジャブパニック経由じゃないチャンス目からのセットの背当選ということになります。さあこれで3セット目はゲーム2の上の背とセット数の上の手が一気に来ました。こうなると面白いですね。しかも投手目に追いついてからがいいですよね。プラス域に入れば流れは良くなるんですよ。これで4セット目が終了となります。結構この継続演出がですね、強めのキャラがずっと選ばれてますね、この ART 中は。さらにペンション継続率結構高いんじゃないですかね。 50% ではなさそうですね。多分ここも大丈夫と思います。終わる？サナコいますから、ここは手落ちますよ。511枚4セット目。え？終わったか。終わりか。4セット511枚。まあ500枚は取れたんで良かったですが、ちょっと今のはね継続するかなと期待していました。それってもうやだ、しょうがない、しょうがない。もう一回ここ天国モードでボーナス引いて ART にぶち込めばいい。時間的にもこれ以上通常ゲームを深追いするわけにはいきませんので移動します。400枚です。ちょっと時間的にもうこれ以上 ART KTQ を深くは追えないので、ちょっとここは花火行きたいと思います。ビッグが3回レギュラー5回という台ですね。昨日がかなりいい動きしてましたが、今日はまだそんな大したゲーム数回ってないので、持ちコインは残りわずかですけど400枚なんで投資が、まあ、これでプラスになればそこで今日はやめようかなと思います。はい、実践終了でございます。今日はリング終焉の時に行きました。結局終日投資してリングではそんなに狭い数動かずに、投資も大きくなることはなかったんですけれども、結果的にプラスを残せなかったので、もう残り時間も少ないしどうにかせんといかんということで、最後はちょっと花火で、まあ、ビッグ2回ぐらい引ければ勝てるぐらいの投資枚数だったので行ったんですが、結局ビッグではレギュラーしか引けず、総投資は今日は650枚となりまして、最後は悔しくも交換することができませんでしたので、今日はマイナス650枚という結果でした。
途中移動しようかなと思ってもなかなか ATK、ARTK は機材の少ない状況もありまして、非常に素晴らしいお店で今日は収録できてよかったかなと思います。以上、シーサの街道日記第693話でした。次回の街道日記は7月7日の七夕実践。7のイメージで北斗七星に祈りを込めるが、果たして次回、シーサの街道日記第694話、7に願いを。次回もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。アローズスクリーンチャンネルへのご登録もお待ちしています。